さてさて、町田4軒目にやってまいりました。ということで早速乾杯。グビグビ。お、美味しい。いつもはレモンサワー頼むんですけど、ここの店ではグレープサワーを頼んでみました。はい、メニューです。19時までがお得、めちゃくちゃ安い。ここのお店は串焼きがメインなんですけど、他にもいろんなアラカルトがあります。それにしても料理も安いですね。締めのご飯もうまそう。からのきゅうりきました。梅水晶でお通しになります。早速いただきます。ではきゅうりからいただきます。うん、美味しい。これお漬物なんですけど、味噌がねついてるんですよ。味噌をつけて一緒にいただいてみます。うん、これまた合う。ちょっと濃い味でお酒に合いますね。でね、このね早割りが19時までなんですよ。なんで2杯目も飲めるように急いで飲んでいきます。頼めるかな2杯目。では梅水晶いただきます。わー、安定の美味しさ。梅水晶めっちゃ好きで、何軒目かに行くときはよく頼みますね。美味しい。そして酒で流し込んでいく。枝豆でちょっと休憩します。やっぱり枝豆っていいよね、本当に外さない。で、今何をしているかというと、なんとズボンのチャックを緩めております。今日はね結構いっぱい食べたので、もうちょっとでも入りそうかな。ということでメニューを確認。実はこの後2人友達が来るんですよ。そして合流したので山かけも頼みました。もう本当にネバネバが大好きで、山かけ丼とか山かけそばとかめっちゃ好きなんですよ。では醤油をかけて、わさびを溶かして混ぜていきます。しそは取ってね。美味しそう。もうよだれが出てきちゃいますね。ではでは、いただきます。うまくつかめない。いただきます。これですよ。もう最高。拍手が出ちゃいました。100点満点。にしてもかゆいですね。最近蚊に刺されがすごくて、私大型なんですけど、すごく蚊に刺されやすいんですよね。ってところで何かを取り分け始めましたね。なんだと思います？汁物系ですね、なんとなく。お、ちょっと見えましたね今。早く食べたい。ワクワク。みんなも一緒に考えてみてくださいね。お、ちょっと今見えましたね。正解はもつ煮でした。いやー、これが酒のつまみにいいんですよ。このね、七味唐辛子をかけていただきます。美味しそう。まずはごぼうからいただきます。美味しい。味が染み込んでますね。そしてまた酒で流し込んでいく。いや、もうこのルーティーンが最高ですよね、本当に。さて、友達とお話し中なんですが、皆さんお父さんの料理って食べますか？私はお父さんが作ったチャーハンがすごい好きで、胡椒が効いててニンニクが効いてる、ザ男の料理っていう、あのね、味がすごい好きなんですよっていう話をしてました。きゅうりを食べて、やっぱりきゅうりが好きですね。きゅうりの漬物もう最高です。そしてもつ煮も食べていく。やっぱりかゆいみたいですね。
この時期の蚊に刺されはすごい辛いです。うまーい。そして顔のチェック、最後になんと締めまでいきます。なんか汁物が食べたいと思って、で炭水化物ですね、もう大好きなんで米が、米を頼んでいきます。うまー、だしも美味しいしお米も美味しい。で薬味がね何種類かついてきたので、ここで梅のペーストを入れます。馴染ませていただきます。わあ、最高ですね。止まらん。あち、ちょっと熱かったみたいですけど、めちゃくちゃ美味しいです。で、薬味のね、梅を入れていきます。梅ペーストの方がなんか梅っぽい感じしましたね。美味しい。もうデコピン幸せでございます。みんなはこう飲みに行った時に締めって食べますか？私はあんまり食べないんですけど、なんかこの日はねお米が食べたくて頼んじゃいました。また明日からダイエット頑張ります。ではごちそうさまでした。美味しかったです。ではでは、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。